ようこそ皇室ラボへ。皇室会議の際、重要な役割を果たす皇族議員の予備議員を選定する特別なくじ引きが13日午後に進行されました。そして先日の選挙と同様に、天皇皇后両陛下の長女愛子さまが立ち会い人としてご活躍いただくこととなりました。また皇族の方々と共に深い議論を重ねる皇室会議での皇族議員の選出は、敬愛する皇后さまをはじめとする皇族の方々が9月7日にご出席された中で行われ、秋篠宮さまと常陸宮妃華子さまが皇族議員としてお選びいただきました。突然の事態が発生したことにより、貴重な予備議員の選定のため13日午後1時に皇居宮殿で特別なくじ引きが行われることとなりました。宮内庁の発表によりますと、このような形でのくじ引きは史上初めてとのことです。先日の投票で票数が同数となった3名の皇族方がこの重要なくじを引くことになり、その際の立ち会い人として再び愛子さまがご臨席いただくことがうかがえます。この結果は一刻も早く公表される予定でございます。愛子さまはその知性と美しさ、またお人柄の温かさと品格で多くの人々に心から尊敬されています。皇族としての優れた素質をお持ちの愛子さまに、ご両親様の深い愛情と見守りがあったこと、心から敬意を表します。これからも貴重な青春時代を一日一日を大切にして、どうかお過ごしいただきたいと心より願っております。天皇陛下よりも特別な待遇が感じられる秋篠宮家からの議員や予備議員の選出について、さらなる待遇の向上が議論されるのか、多くの人々が注目しております。一方、先日予備議員に選ばれた上皇后がなぜその投票前に辞退されなかったのか、皇室の中の権力や特権に関わり続ける背景が疑問視されております。昭和天皇のように静かにその役割を果たされる姿を望む声も多く存在しております。近年の皇室に関するさまざまな問題は、果たして適切な手段を取られているのか、多くの国民として考えさせられる時期となっているようです。愛子さまや天皇ご一家を拝見するたび、心の中が温かくなり、思わず笑顔がこぼれます。その姿からは、まさに国民の象徴としての優雅さと温かさを感じます。これからも国民のそばに長くいてくださるよう心からお祈り申し上げます。皇室会議についてどのような意義があるのでしょうか。それは皇室の重要事項を審議する場として宮内庁よりご案内されております。またこの度は愛子さまが初めて立ち会い人を務められる歴史的な瞬間となりました。皇統の問題について秋篠宮家への移行を希望する声もある中、秋篠宮殿下と常陸宮妃華子様の選出は現在の皇統の継続を示唆するものと捉えられます。皇統に関する我々の願いや期待はいつ叶うのでしょうか。多くの国民として皇室典範の改正を心待ちにし、愛子内親王殿下が皇位継承される日を願っております。幼少期のお姿は天皇陛下にとても似ていらっしゃったので、雅子さまの特徴も見られるのかなと優しく期待していました。しかし最近のお写真を拝見し、驚きの気持ちがこみ上げてまいりました。雅子さまの華やかさと
天皇陛下の上品でお優しいお顔立ち、双方の素晴らしい特徴が見受けられます。ますます魅力的な女性に成長されていると感じます。敬宮愛子内親王殿下は、その知性や品性、そして明るいオーラに満ちており、非常に可憐で清涼感あるお姿に心からの尊敬と感謝を抱いております。雅子皇后陛下のような品格を持つお母様からの影響も強く感じられます。心より未来の天皇陛下としてのご活躍を期待しております。しかし、皇室会議は具体的にどのような目的で開かれるのでしょうか。多くの方が事前に結論が出ているような会議には茶番という言葉を使います。皇室の将来に関しての意思決定や時代の変化に対応するための皇室典範の改正など、実際の審議内容は大変重要です。しかし、登録された後に辞退されるような予備議員の存在がその意義を希薄にしてしまうのは残念です。真摯に審議を行うためには、関係性を持つ皇族の方々の参加を再考するべきかもしれません。愛子さまのその自然で心からの笑顔は、私たちの心を温かくします。その瞳は輝き、真摯に育てられたということが伝わってまいります。敬宮愛子内親王殿下は知性にあふれ、どこにも影がない純粋な存在です。皇族の中でそれぞれの個性や表情の違いをこんなに感じる日が来るとは思いませんでした。まさに愛らしいというお名前の通り、真心のこもった女性として成長され、その皇族としての品格を存分に発揮されているように感じます。お二人のご両親が築いた温かい家庭環境の中で愛情豊かに育てられたことが伝わってきます。今後もその美しい成長を見守るのが楽しみです。愛子さまの優れた人柄は我々国民にとっての大きな希望となっております。いかがだったでしょうか。皇室の伝統と愛子さまの役割が私たちの心に響く深い感動をもたらしています。これらの瞬間は日本の歴史や文化の大切さを思い起こさせる力があり、私たちの心に永遠の敬意を刻むでしょう。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。